皆さんこんにちは、賃貸のあさきの中島です。本日私は木津川市城山台にございます 2LDK の賃貸アパートデガーメ2という物件にやってまいりました。このお部屋は2階のお部屋となりまして、このように手すりのある階段を上って上に行っていただきます。そして階段を上り切ってすぐのところにございますのがこちらリビングスペースですね。まずはこのキッチンスペース、おしゃれなアイランドキッチンタイプのキッチンとなっておりまして、もちろんこのように3つ口のガスコンロがビルドインされたキッチンとなっております。調理スペース、シンクももちろんございますし、収納スペースも上と、そして下にもしっかりとございますのでご安心ください。そして先に進んでいただきますと、このように広々としたリビングスペースがございます。リビングスペースはテレビやダイニングテーブルなどを置いていただければ十分な広さとしても使っていただけます。ただちょっと手狭だなという方はご安心ください。ここにですね、このように洋室が一つございますので、ここのスペース、ここのドアを開けていただいて、リビングの続き場としても使っていただけます。また、収納スペースはこちら、このようにですね、しっかりとございます。物が見えて恥ずかしいなという方もご安心ください。このように扉を閉めていただけ、このようにですね、閉じていただいて、蓋をしていただくことができますので、ご安心ください。このお部屋、南側の、南向けのお部屋となっておりまして、南側からの暖かい日差しがしっかりと入ってくるお部屋となっております。このようにですね、バルコニースペースもとっても広々としておりますので、洗濯物やお布団などもしっかりと干していただけます。また窓ガラスには二重サッシということで、合わせガラスが採用されておりますので、このようにですね、冬場だと結露なんか起きにくい、そういったタイプの窓ガラスとなっております。エアコンも1台最初からリビングに設置されておりますので、こちらは嬉しいですよね。またこのお部屋は2階にはですね、このようにロフトのスペースがございます。ちょっとね、登っていただきたいんですが、ちょっと天井が高くございますので、こちら、奥にもしっかりとスペースがございますので、物の収納などにも使っていただくことができます。また、ちょっとね、このように先に進んでいただくと、ここにですね、モニター付きのインターホンや、このようにモニター付きのインターホン、そして、こちらリモコン給湯などがございますので、これでお湯の設定温度などもして変更していただくことができます。またその先にはですね、このように収納スペースがございます。では先に進んでいただきまして、まずは洋室をご紹介したいと思います。このように広々とした洋室となっております。収納スペースもしっかりとございますし、こちらにもエアコンが1台最初から設置されております。窓も大きくございますので、明るいお部屋となっております。そしてお手洗いです。お手洗いはこのようにウォシュレットタイプのお手洗いとなっております。おしゃれなお手洗いとなっております。そして洗面スペースです。人気のシャンプードレッサー、そしてその隣には室内洗濯機置き場とございます。上には棚もございます。奥に進んでいただくとお風呂場となっております。お風呂はですね、身長約170センチの私が入っても十分にゆったりとお風呂に浸かれるほどの大きさのあるお風呂となっておりまして、天井には浴室乾燥機などもございますので、冬場のジメジメしたシーズンにも大活躍ですね。いかがでしたか？これだけ広々とした 2LDK の賃貸アパート、気になるのはやはり賃貸条件ですよね。気になる賃貸条件は弊社ホームページをご参照ください。奈良のおもてなし奈良心、賃貸のあさきのスタッフは皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。ご視聴ありがとうございました。